突き抜けるようなはつらつとした歌声だけでなく、元気あふれるお色気とルックスで、80年代、日本だけでなく、世界中を魅了したポップグループの、ノーランズ。今では全くお見かけしなくなりましたが、ふと何をしているのか、気になったので調べてみることに。昭和も末期の80年代、バブル景気で沸く日本において、大ヒット曲のダンシングシスターなど、とても華やかなキャンディーポップというジャンルで、音楽界を席巻した、アイルランド出身の美人姉妹グループ。ジャンルは違いますが、兄弟で活躍した、ジャクソン5とまるで入れ替わるように、台頭してきた、そのグループが、ノーランズだったのです。その前身はなんと、クラブ歌手だった父と母と、そこで育った2男6女の子供たちとで、1972年に結成してデビューした、ザ・シンギング・ノーランズという、ファミリーグループだったのです。後に両親が脱退したのですが、その理由は一説によると、父親の母親や長女などへの DV のためだと言われています。その後、ノーランシスターズとして、活動し始めた当時のメンバーが、長女のアン、次女デニース、三女モリーン、四女リンダ、そしてメインボーカルの五女のバーニーの5人でした。面白いのは、デビュー曲のメインボーカルは、当時9歳の6女のコリーンでしたが、当時は幼すぎるという理由で、クレジットされてなかったようです。当時からあのフランク・シナトラに、とても可愛がられていたのも有名な話。後に、次女のデニースが脱退しますが、ファーストアルバム、ザ・ノーラン・シスターズから、1979年にリリースしたシングル、I'm in the moon for dancing が、全英チャート3位のヒットとなったことで、そのルックスも手伝って、たちまち大ブレイク。その後、長女のアンが、結婚のために休業し、ここで、末っ子のコリーンが加入した4人が、ノーランズと名乗るようになります。その後、賛否が分かれる中、アイドル全盛の日本でも発売されるや、いきなり、オリコンシングルチャート1位を記録。1981年第10回東京音楽祭世界大会では、セクシーミュージックを歌い、グランプリを獲得して、ノーランズの原曲とともに、石沼子さんがカバーした曲の、恋のハッピーデートが、チャートの1位と2位を独占したことも有名で、1990年にはウインクにもカバーされていて、後にノーランズも、山口百恵さんの曲をカバーしています。当時ディスコブームに沸く日本でも、とてもファンから愛され、まさに人気の絶頂を迎えていました。1982年、長女のアンが出産後に復帰し、5人での活動が始まったノーランズ。リリースしたアルバム、ポートレイトは、全英チャート7位を記録したのですが、そんな中、まさかの事件が発生します。1983年、担当スタッフによって、チャートが不正に操作された一件が、世間を騒がせることになります。この事件が発覚してからは、グループに変化が起こります。同年、四女リンダが、ソロ活動を理由に脱退。1990年、末っ子コリーンが結婚した後、1994年には、出産のために引退。1995年にはリードボーカルの五女バーニーが女優活動専念のため脱退。1996年結婚し、1999年には長女を出産と個人的理由での離脱が相次いでいきます。2000年からのノーランズは長女のアンと三女モリーンとアンの長女とその友人の4人で細々と地方で小さなライブ活動をするようになります。それにしても海外グループにありがちな、度重なるグループ名変更と、メンバーチェンジを繰り返し、とは言っても、主には、姉妹の中での独立、結婚、出産、女優転向、引退、復活と、それぞれが繰り返しながら、
活動を継続していたようですが、2005年には正式に解散することに。年齢的にも各々の価値観に従ってそれぞれの道を歩んだのも自然の流れだったのかもしれませんね。2009年に全盛期のメンバー4人、モリーン、リンダ、バーニー、コリーンで再結成され、イギリスではニューアルバムもリリースして、一時はコンサートツアーもしてましたが、それ以降間もなくグループとしての活動は再びなくなってしまいました。しかしそうなってしまった本当の理由は意外なものでした。その意外な理由とは病気だったのです。実は姉妹の父親はその時すでに肝臓がんでこの世を去っていたのですが、その娘たちも例外ではなかったのです。2006年、四女リンダが乳がんを発症したことを皮切りに、その後彼女は2017年乳がんが再発、2020年には肝臓がんを患っていて、同年長女のアンも2度目の乳がんを発症しています。現在も2人は治療中なのだそうですが、そして何よりもショックだったのは、2013年五女のバーニーが乳がんでこの世を去ってしまっていたこと。実は2010年にも乳がんを発症して、2012年にはフェアウェルツアーを計画するまでに回復していたのですが、残念なことにまたしても乳がんの再発によって、自宅で家族に見守られながら、2013年まだ14歳のまな娘のエリンを残して天国へ旅立ってしまいます。去年52歳という若さだったそうです。グループでもリードボーカルを務めていた彼女がいなくなったことで、ツアーは永遠に幻となってしまいました。女優として転身した後もテレビドラマやミュージカルで活躍されていたバーニー、残念でなりません。なんと6人の娘のうち3人までが癌に襲われたというノーランズ。その他の3人の現在はどうでしょうか。次女のデニースは脱退後、ソロ歌手活動や女優として活躍していました。三女のモリーンは解散後も、ノーランズで唯一、最初から、継続で活動し続けて、ツイッターもされているようです。そして、一番元気に活動されているのが、六女のコリーンで、復帰後は、タレント、女優、作家として活躍して、たびたび問題発言で注目を集めたようですが、私生活では2度の結婚と離婚を経験し、2男1女の母となっています。また亡くなった母がアルツハイマーだったため、アルツハイマー協会情報センターを開設しています。調べてみると6人のこれまでの人生には、あの華々しい全盛期とは裏腹にいろいろあったようですね。そういえば思い出すのが、昔長女のアンがこんなツイートをしています。日本ではビートルズよりも売れている、そのくらい日本での彼女たちの人気は爆発的で、彼女たちのキラキラした輝きは時代の象徴でもあったように思います。しかし残念ですが、これから先も彼女たちを再びステージで見る可能性はとても低いとも感じています。ですが曲を聴くたびにやっぱりウキウキしてしまうのは私だけでしょうか。